大阪を足がかりに世界征服を企んだ怪人ゴキブラーであったが、大阪秘密警察が開発した対怪人用サイボーグラピートルジャーによって彼の野望は打ち砕かれた。再び大阪に平和が訪れたと思った矢先、ゴキブラーの血を受け継ぐゴキブラー・ザ・グレートという怪人が出現。ラピートルジャーがこの怪人を退治しようとするが、完膚なきまでに叩きのめされてしまった。とどめを刺されようとしたところ、弟子の空宮の救助により九死に一生を得たラピートルジャー。しかし凶悪なゴキブラーザグレートに立ち向かう術はない。大阪の町はこれからどうなるのか。博士、大阪城に向かったラピートルジャーがゴキブラーザグレートに敗れてしまいました。ゴキブラーザグレートはゴキブラーを大幅に上回る戦闘力を持っているようです。わしの持てる能力の一気を尽くして開発したのがラピートルジャーや。わしができることはもうない。あとはラピートルジャー本人に頑張ってもらうしかないな。その頃、大阪秘密警察に差出人不明の奇妙な封書が届いた。博士、大変です。ゴキブラーザグレートからラピートルジャーへの挑戦状が届きました。ラピートルジャー、この前は命拾いをしたな。私は尊敬する父を奪った貴様を決して許さない。正々堂々勝負しろ。10日後の正午に南海の車両基地に来い。今度は武器の使用はなし。素手で対決だ。来なければ南海の特急ラピートを爆破する。これは脅しではないぞ。ああはははははは。ラピートルジャー、受けて立つしかないでしょう。10日間与えられた時間の中で全力を尽くします。付き合いますよ先輩。じゃーんじゃじゃじゃーん、じゃ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 チャ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 
ラピートルジャー、ラピートルジャー、チャ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 、そしていよいよ決戦の当日を迎えた。どうやらおじけついてこないようだな。予定通りラピード爆破の準備にかかれ。待て、ゴキブラザグレート。私は逃げも隠れもしない。大阪の平和を守るのが私の使命。確保しろ、ゴキブラザグレート。これは頼もしい。車内の特設リングで対決だ。これよりラピートルジャー選手対ゴキブラザグレート選手のタイトルマッチを行います。審判入場。じゃん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 you
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. いよいよ次が最終ラウンドや。ラピートルジャー全てをなしきれ。ラピートルジャー、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 ラピートルジャー。素晴らしいファイトだった。君の父さんを倒し辛い思いをさせたが、私が戦うのは悪。君は父の敵討ちのために私と戦ったが、君からは悪を感じない。実際このラピートに爆弾を仕掛けていないことも知っている。これから大阪の平和を守るために私たちに力を貸してくれないか。